どう？人生はアハウェ。おうちはドラッグ、ヨピチャンネルにようこそ。ヨピちゃんです。あれ？気づいちゃった？気づいちゃいました？オレンジ。どう？こんな43歳。じゃあね、やっていくんだけど、今回やっていく動画は、このチャンネルのメインコンテンツ、フル装備。頭のてっぺんからつま先まで完全オリジナルコンセプトでフル装備のドラッグルックに変身していく企画。でね、今回何がしたいかっつうと、この動画の1個前の動画、ルックブックでね、4着のフル装備用のお衣装ご紹介させていただいたんだけど、その中からもう早くも1着フル装備やっちゃおうかなと思って、4着ね、最高だったんだけど、その中の今回はあれ。というわけで、今回のルックのコンセプトは、世界中を赤に染めて全世界の赤を滑る究極の赤の女王。では早速メイクスタート。コントゥアできた。あ、レッドクイーンなんだけど、コントゥアは人間、うん、赤じゃないのよ。じゃあね、もう最初の工程早速入っちゃいましょう。最初の工程は眉じゃなくてアイシャドウの1。はい、アイシャドウの1をやっていくんだけど、まあ、ルックブックを見てくださった方は分かるんだけど、結構ゴリゴリなのよ。レッドクイーンダムのルック自体すごいゴリゴリで、やっぱあれに合うメイクになってくるから、今回のメイクすんごいの。てかさ、この動画が何の問題もなく編集もうまくいって失敗も一切なかった場合に、7月の27日のリリースなの。7月の27日何の日か知ってる？予備チャンネルの開設日なの。開設記念日知ってた？みんな5周年、すごくない？このチャンネル開設してもう5年経つんだって。5年間も顔面に色塗り続けてたんだねって。あらまあ、あらまあでしょ。鼻のこんなところから眉毛のこんなところまで、これね、クリースラインなの。ねえ、言ったでしょ。もう初手からこれです今回。これね、カットクリースなのよ、眉毛じゃないのよ。続けるね。ここでレッドクイーンダムらしい赤出していくからね、うん、赤色でトランジションしていきましょう。うん、綺麗。てかさ、私って基本的に三日坊主なの。すぐやめちゃうの。そんな私が5年間打ち込むっていうのがね、ちょっと信じられなくて。よく周りから、褒められるの。頑張ってるねとか、よく続けてるねって。自分が自分に一望届いてる。いつまで続けられるかわからないけど、まだ続けようと思ってるから、よかったらね、私のこと応援してくれると嬉しいです。うん。いい感じ。よしね、アイシャドウの位置、あのカットクリースのラインはね、これで完成なのよ。こっち向いちゃいましょう。はい、アイシャドウの位置が乗ったんだけど、すでにだいぶ浮世離れ、ちょっと人じゃなくなってきたね。うん、今回はもうね、終始こんな感じ。むしろますます人ならざるものになっていくと思うのよ。そうそうそう、最後まで見て受け入れてちょうだい。よろしくどうぞ。次はアイシャドウの2。じゃあね、やっていくんだけど、まずはカットクリースをうめうめしていきましょう。はいはいはい、カットクリースうめうめしてきました。綺麗ね。うん、てかさ、インスタでちょっとさ、私質問でも何でもいいからちょうだいっていう欲しがりさんみたいなさ、ストーリーあげたじゃない。
それに対するお答えをちょっとだけ読ませてもらおうかなって思うと、私はヨピちゃんにおしゃれの気分上げてもらってる。おばちゃんなのに蛍光ピンクのネイルしたんよ。いいと思うの。このチャンネルやってる妙理に尽きるんだけどさ、だって私のチャンネルを見てなかったらネイルを蛍光ピンクにすることはおそらくなかったわけでしょ。次、シンプルに今までの人生が気になります。35時間ください。ヨピさんのメイク大好きだから、これからもかけながら応援してます。ありがとう。嬉しい。頑張れちゃう。次、おめでとうございます。ありがとう。こちら、あの、私、あの、お名前が大好きな玉金さんでした。玉金さん、ありがとう。天才だと思ってます。ありがとうございます。私もそう思ってんの。ヨピちゃんさんの布教活動してもいいですか。メンションとか写真載せるとか、ぜひしてください。毎日してください。1時間に1回してください。もうね、大歓迎。よろしくね。次、母子ともにファンです。海外コスメはどこで購入しますか。ありがとう。お母さんスパンコールとお子さんスパンコール、ありがとう。コスメはね、いろんなとこで買ってるね。あの、特にジェフリースターを私はすごい大好きでよく使ってるんだけど、ジェフリースターは、ジェフリースターコスメティクス の公式サイトで買ってるかな。次、5周年早っ。早いよね。継続してるヨピちゃんを尊敬。これからも頑張って。ありがとう。さっきもチラッと言ったんだけど、自分が一番びっくりしてんの。次、好きな絵画、自分のテーマ曲はありますか。絵画、一つの作家さんにとどまってずっと好きってことがないんだよね。絵は見るの好きなんだけど、チャゲ&アスカのビッグツリーって曲はね、なぜか常に心の中にあるね。ビッグツリーってビクトリーと多分かけてると思うんだけど、海の上にそびえる不思議な気はそんな曲。おめでとうございます。ブレずに真剣に楽しく努力の5年でしたね。もう嬉しいね、こういうこと言われると。愛してるよ。だって、やあ、みーちゃん、私がメイクをするきっかけになったって、ニューヨークのパレードに一緒に行った方なんだけど、まあこの人ね、本当にもう、こう愛してるとか言ってくれるのよ。本当にイケメン、ありがとう。ちょっとね、お時間の関係で全部読み切れなかったけど、コメントくださった方ありがとうございます。6周年も頑張っちゃうぞ。ポイしないでください。じゃあね、メイク続けるよね。アイシャドウというよりはアイラインみたいなことをアイシャドウでやろうかなと思ってるの。アイラインのウィングみたいでしょ。そうそう、これやりたかった。あら、素敵。うん、いいわね。そしたらこれをね、目頭側に向かって赤でトランジションしていきましょう。うん、素敵やん。もしね、アイシャドウの位置これで完成だから、こっちにもやっていきましょう。どう？強くない？なんかさ、このカラーリング的に赤と黒、そしてこのディテールの強さ、あー、ちょっと悪魔みたいになってきてない？大丈夫そう？でもさ、今回着るお洋服とかメイクのコンセプト的に、まあ悪魔によってっちゃうのは方向性的に間違ってはいないのかなーって感じよね。このアイシャドウで描いたさ、アイラインのウィングみたいな感じ、めっちゃ綺麗じゃない。私天才すぎるんだけど。じゃあね、次の工程いきたいんだけど、次の工程はアイシャドウの3ね、アイシャドウさんやってくんだけど、今回も今回とて下まぶた作り込んでいこうよ。こんな感じね。目に角度がついたのがわかるでしょ。たださ、粘膜に赤とか、あの赤みの強いピンクとか血色系の色を入れるとさ、怖くなるんだよね。今ね、ますます悪魔みたいになってるんだけど、きっと正解ね、きっと正解きっと、まあ続けないとね、答えわかんないから、ちょっと続けていくわ。続いて下まぶたのね、アイライン引いてみましょう。これなんだっけ、ドラゴンタトゥーの女、
あの時みたいなこうアニメラインっぽい感じ。カフェでしょ。涙袋を作っていきましょうか。じゃあね、これを赤いアイシャドウを使って、色付けとトランジション、びっくりした感じをね、赤いアイシャドウを使って作っていく感じね。今年さ、2024年に入ってからさ、フチのチャンネル随分変わったよね。2023年最後のクリスマスの動画までは、もうずっと。もう一貫してフル装備だけをやってたんだけど、2024年からさ、ルックブックやってみたり、メイクトレンドにドラッグメイクチャレンジし始めたり、ね、ゲットレディウィズミーやったりさ、いろんなことを始めたよねっていう。もちろんその見てる人から見てさ、同じことばっかやってても面白くないんだろうなっていう考えも一つ、もう一つは私がやってて楽しいことをちょっとやりたいなっていうことが一つなのよ。やっぱ5年目になってくるとモチベーションを保つのってそれなりに大変なのね。やっぱやりたいことやんないとダメだなっていう気持ちになったから、いろんなものをやるようになったんだよね。うん、今年から始めた企画さ、みんなどう思った？ちょっと率直な意見聞かせてほしいわ。あとやってほしいこととかね、聞かせてほしい。まだまだドラッグメイクでやれることはね、いっぱいあると思ってんのよ。そうそうそう、だからやってほしい企画みたいなのもっとちょうだい。使えるものはどんどん吸収していきたいから、よろしくね。美チャンネルはみんなで作るものなのよ。そうなのよ。目でっか。いや、目でっかくなるね。このワンホン系というか、このアニメラインとかね、描いちゃうと。すごいね。で、最後に、涙袋の真ん中に、ハイライターを使ってぷっくりしてハイライト入れていくね。でね、こっちもやっちゃいましょう。見て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 、真っ赤なドラッグメイクって感じになってきたでしょう。あら、綺麗。ここまで来ると、さっきまで違和感でしかなかったこの鼻の長すぎるカットクリースラインも馴染んできた感じするよね。こういうメイクなんだなって感じしてきたでしょ。素敵な、素敵な。強いけどさ、やっぱ綺麗よね。強いけど繊細、なんか神経質なプロレスラーって感じ。よくわかんないけど、グググッとアイメイクのクオリティを上げていきましょう。続いてアイライン。さあ、アイライン入れていきましょう。まずは目頭からね。じゃあね、目尻は描いていくんだけど、すでにアイシャドウでウィング描いちゃってんだよ。だからこのウィングと目頭をこうつなぐだけのアイラインを描いてきました。ここまでヨピチャンネルを見てくださってありがとう。面白いなぁと思っていただけたら、いいね、高評価ボタンよろしくお願いします。また登録がまだお済みでない方は、ぜひチャンネル登録ボタンをポチッと押していただけると喜びがこぼれ落ちます。どうぞよろしくお願いいたします。ペコリ。ほら、綺麗綺麗だよ。じゃあね、最後に下まつげを描いたらアイラインはね、完成。綺麗。じゃあね、こっち参りましょう。ほら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 ー、チューインよ。これでこそドラッグメイクよ。ここ最近では一番ドラッグメイクやってるかもしんないね。アイシャドウの工程でウイングが入ってたからさ、アイラインかなり最小限にしてみたんだけど、すごくなんかしっかりウイングがあって釣り目なんだけど、真ん中あたりに抜け感があって強くなりすぎてない、この感じかっこよくない？そしたらね、みんなのお待ちかねの工程いこうよ。リップ。リップやっていくんだけど、やっぱりリップも最強。
あ、綺麗。うん、すっごいレッドクイーンダムの赤って感じするでしょ。わー、でもね、これだとただの美人なの。そう、ただの美人なのよ。そう、それじゃダメなのよ。だからもうちょっと毒系、ハードロックらしい毒をね、散りばめていこうかと思ってんのよ。どう？わかんない。ちょっとわかりづらいか。極端に影を落として悪魔的にしてこのリップ、え、可愛くない？でね、これポンポングロスでグロッシーにしたら完成なんだけど、ちょっとこの後あのデコレーションの工程で厄介なことしなきゃいけないから、デコレーションの工程が終わってからね、ここねポンポンリップしましょう。ちょっと待って、ほぼ悪魔。ちょっと綺麗と悪魔を分けるラインちょっと行き過ぎちゃったかもしれないよね。でもこのリップ可愛いと思うのよ。そう、私は好き。今んところはメイク的にだいぶハードロックに寄ってて、しかも赤も使ってるから素敵なんだけど、なんかね、私的に物足りないのよね。そうそうそう。あと今回足りないものが1個あると思わない？行きましょう。みんなお待ちかねよ。デコレーション。さ、デコレーションやっていくわけなんだけど、今回のメイクでこのデコレーション一番厄介、うへーってなっちゃう一番の理由がここ。じゃあね、この中をね赤く埋めていくわよ。強くない？ちょっと待って、強すぎ、強すぎたかな、強すぎ。え、待って。ちょっと待って、え、強すぎた。待って待って、答えはまだ出しちゃダメよね。ま、次にね、この炎のマークの輪郭を蛍光オレンジのラインで引いていく感じ。なんてことやってんでしょ。なんてことやってんでしょ、私。しんどい。しんどいよこれ。やだね、なんでやだ。はい。しんどい。どう？どうって言われても困る。難しかった。これが限界です。ちょっとね、私の天才的なスキルを持ってもこれが限界でした。難しかったわ。2年目ぐらいにあったネオンファイヤーっていうメイクがあるんだけど、このサムネイルの感じめちゃくちゃ懐かしいんだけど、このメイクをね、ちょっと連想するよね。この後ね、またね、もう一手間加えるから、それ加えたらね、めちゃくちゃ綺麗になると。同じこの蛍光のライナー使ってリップにもちょっと一手間やっていこうかな。綺麗じゃない？この炎にて最後なのよ。なんでこの炎のディテールをこんな暗い赤で描いたのかってところね、やっていきましょう。こんな感じでストーンで埋めていくんだけど、黒いグロスの上にこの明るい石を乗っけることによって、石がねしっかり見えるようになるのよ。あら、美しい。ただすごいめんどくさい。やばくない？すごい、めっちゃ綺麗じゃない？宝石みたい、マジで。すんごいキラキラしてんの今。
キラキラしてるんだけど、ちゃんと炎の形も見えるかな。ハードロックのテイストなんだけど、とってもドラッグ的というか、上品というか、エレガンス。いい感じ。こんだけさ、おでここねくり回すのに邪魔になっちゃうからって、リップのグロス乗せなかったじゃない。ここでリップにポンポングロスしちゃいましょう。絶対かわいいわよ。ほーら、絶対グロッシーの方が可愛いよね。メイクも佳境なんだけど、ハイライトとかチークとか捨てちゃうかな。よっぴよき、よきよぴ。ではメイクを仕上げてお着替えをして戻ってまいります。さてさて皆様、ルックが完成いたしました。今回はこのチャンネルのメインコンテンツ、フル装備ということで、頭のてっぺんからつま先までオリジナルコンセプトでドラァグルックのフル装備に変身してみるという企画だったんだけど、この動画の1個前のルックブック4着のうちの1着、レッドクイーンダムを今回はメイクも合わせてフル装備でお届けをいたしました。いかがかしら。今回のルックはね、赤っていうのはもちろんなんだけど、その他にね、このお洋服見て、ハードロックとかボンデージとかそういうイメージも入ってるからさ、メイクには大胆に見て、宝石を散りばめた炎をあしらってみました。あら強い。メイクの途中あまりにもハードすぎてみんなちょっと引いたんじゃない。まあ仕上がり見てよ、めちゃめちゃハード。やっぱり最初に言った通り、最後の最後までハードに仕上がりました。ルックを組んだ時から決めてた赤と黒のこのゴリゴリのハードなメイクが最高にガバッチ。ルックをご覧さまっせ。あらー、ハードな女、イメージ通りだと思わない。とにかく全身赤で統一したこのボンデージとハードロックなトップス、そして真っ赤なキンキーブーツ、もう最高にレッドクイーンダムってコンセプトにぴったりじゃない。ハードロックな衣装に合わせた目元の炎とかね、こう全体的に赤と黒のハードなメイクとか完璧なマッチング。まあ、確かにレッドクイーンダムっていうとね、女王様、もっと宮殿の中にいるドレスを着た人も作ることができたんだけど、ドラァグクイーンにおけるレッドクイーンダムって言ったらこれ、控えめに言って最強じゃない。とにもかくにも真っ赤なハードロックフェティッシュクイーンになれて気分はサイアンドゴー。今回のメイクも大変よくできました。今回の動画いかがだったでしょうか。よかったら高評価やコメントをお待ちしております。サクッとチャンネル登録もしてってね。こちらドラグメイクチャンネル、よぴチャンネルのよぴちゃんでした。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。